どうも、プチプラのじゅんです。今回はですね、9月6日金曜日発売、ユニクロシュー2024秋冬コレクション、購入品紹介していきたいと思います。動画の後半で13コーデ組んでますんで、よかったら最後まで見てってください。今回からですね、初のメンズライン登場ということで、かなり期待値上がって、前日まで何買うってずっと迷っておりました。アウターも決まらんし、ボトムも決まらんし、色も決まらんし、黒一択で考えてたけど、ベージュもありかとか、なんかめちゃくちゃ迷って当日迎えました。今回のテーマがスピリットオブモダンシティ。デザイナーはクレア・ワイト・ケラーさん。都市生活における躍動感溢れるリズムをライフウェアのエッセンシャルなワードローブで表現しているみたいです。ちょっとよくわからん。イギリス出身のデザイナーさんということで、今回のそのモデルさんたちの撮影地もこれロンドンですよね。で、予算3万円の中で3つこれ買うと思って、当日朝迎えたわけなんですけど、オンラインサイトを見てみたら、なんか即完売してるやつあるやんとかね。店舗行ってみたらですね、もう男女ともにめちゃくちゃ人いっぱいいて、やっぱすごい人気なんだなと改めて実感しました。写真で見るといい感じなんだけど、実物見ると微妙だなみたいなやつもあるし、実際試着してみたらめっちゃええやんということで、思わず買ったやつもございます。予算3万円で今回3つ購入したので、順番にご紹介していきたいと思います。まず購入アイテム1点目、こちらニットジャケットでございます。僕が購入したのはブラックカラーで、サイズが L サイズ、価格7990円です。こちらタグのところユニクロシートありますよね。メイドインチャイナ。まあ、これ自体が、まあ、ハンガーループみたいな感じになってんのかな。なんか変わった素材でこちら。毛が 88% のナイロン 12%、上質なウールを使用しております。縮縦加工を施して適度な張り、そして柔らかな風合いを実現しております。なんかね、触ってみたらめちゃくちゃ着心地いい、肌当たりいいんですよね。全然チクチクしていない。なんかタンクトップの上から着てみても全然チクチクしないんだよね。ボタンはシンプルなやつとなっております。2ボタンですね。いや、これは全然ね、僕注目してなかったんだけど、店舗で試着したらめちゃくちゃ良かった。価格もかなりお手頃ですよね。8000円ぐらいで買えるっていう。で、袖のところとかにはボタンついてないですね。胸のところにもポケットないし、内ポケットもないんで、もうカーディガン感覚、シャツ感覚でさらっと羽織れるようなアウターなんかな、ライトアウターなんかなと思います。着用するとこんな感じ。もう、だるーって。ユニクロシー、可愛すぎて、だるーって感じですよね。だりーって感じですよね。サムネ用にいろいろポーズ決めながら撮ってますけど、はい、ぶりっこポーズ。モデルポーズ。はい、モデルポーズでございます。身長177センチで L サイズ着用で、このような感じ。まあ、肩が少し余るか、ジャストぐらいな感じですね。ロンティーの上から合わせて、コンパクトに着れる感じでございます。着丈もまあまあ、余裕あるかな。別にオーバーサイズって感じでもないんだけど、まあ、身幅余裕あって、着丈はそうですね、お尻半分ぐらいな感じかな。なんかあの店舗行ったら女性の方がね、めっちゃこれ試着してました。多分ゆるダボっとオーバーサイズめに着ようと思ってらっしゃるのかなと思うんだけど、男女兼用なので、これかなりね人気のやつだと思います。そりゃ当日の午前中完売になるわ、即完売になるわって感じですね。で、内側はこんな感じで、裏地とかもね特についておりません。あのテーラードジャケットといえばテーラードジャケットなんだけども、その、なんて言ったらいいんですかね。そんなカチッとしてないんで、ほんとカジュアルに楽に着れる。で、身頃、前身頃に関しては、生地分厚めの布地というか、生地が使われてあるみたいで、あと袖とかに関してはまた別の薄めの生地が使ってあるみたいです。部位ごとに編み組織を変えることによって、綺麗なフォルムを実現してるみたいです。いや、これ意外と名作だった。で、色の展開がこちらに関してはダークグレーとブラックとダークブラウンカラーの3色あるんですけど、どのカラーもめちゃくちゃコーディネートしやすいいいカラーでした。で、袖の部分はボタンとかついてないんで、もうこんな感じでワンロールツーロールしてやってもいいし、で、伸ばしてやるとですね、結構袖も十分の長さ、 L サイズなんだけど十分の長さ、まあ、基本的に僕はワンロールぐらいしてこなれ感出すかな。続いて購入アイテム2点目、こちら狙っていたフーデッドコートでございます。購入したのはブラックカラーで L サイズ、価格が12,900円、ちょっと高いなっていうアイテムなんですけれども、まずこの襟ですよね。しっ
かりと襟が長くて小顔効果めっちゃかっこいい。で、紐が垂れてて、これがね、超可愛いんですよね。で、内側見てみると、こんな感じでハンガーループあるし、ユニクロ C のロゴもございます。こちら、まあ言ってみたら、モンスターパーカーみたいな、モッツコートみたいな感じですよね。もう中綿なので、しっかりとあったかいやつ。で、素材が表ナイロン 100% ということで、すごく高級感あるんだよね。高見えの素材。全然チャッチくないんだよね、表面感が。で、裏側はキルティングになっております。でもなんか、そんな中綿いっぱい入ってるわけじゃないから、そのスマートに着れるかなみたいな、がっつり中綿入ってるとモコモコみたいな感じになると思うんだけど、なんかスマートに着れるなって感じで、前立てがございまして、こんな感じでスナップボタンがあるので、ポチポチと止めることができる。ジッパー閉めなくても前立てだけ止めてもいいし、まあ、なんせ防寒性高いアウターです。で、腰部分、これ内側に紐があるので、ギュギュッと絞ってこうシルエット変えることもできる。女性の方はウエストマークもできるし、で、腰部分にめちゃでっかいポケットもあります。すぐ手突っ込みたくなるやつ、寒い時入れたくなるやつ。で、ジッパーあるんだけど、こちらは YKK ですね。このジッパー上げやすいように紐がついてるんですよね。これデザインアクセントにもなるし、機能性も抜群。で、袖なんですけれども、意外とね、ボリュームあるんですよね。ドルマンスリーブまでいかんけど、しっかりボリュームがあって可愛いシルエット。これ女性にもマジおすすめ。で、よく袖口に、長さ調節できるやつついてたりすると思うんだけど、こいつに関してはシンプルなデザインになってて、こう、内側に絞れるやつがついてる。ちょっと片手で撮影してるんで、なんかやりにくいんだけど、こんな感じでボタンついてるんで、寒いなっていう時、ギュギュッと絞ることができるボタン止めて。で、後ろ姿こんな感じですね。紐を絞れるようになってるんで、まあ、こんなデザインになっていると。で、襟のところなんですけど、こんな感じでスナップボタン2個外してやると、フードが収納されております。店舗に置いてるときはもうなんかフード全部出してる状態だったんだけどね。もうスタンドタイプに、スタンドカラーにもできるし、フード出すこともできるし。で、このフードがね、結構でかいんですよね。ラーメン3杯ぐらい入るんじゃないっていうぐらい、すごいしっかり大きめなフードとなっております。だから自転車乗ってる時とかに、急に雨降ってきても大丈夫ですよね。このでっかいフード被ってやったらいいし。登山してる時に雨降ってきてもこれで安心だよね。で、こちら試着してみると、こんな感じですね。ダリーって。もうユニクロ C のこのコートかっこよすぎだりーって感じですよね。もうたまらないんですけど、この襟がしっかり立って長い、高いんで、小顔効果やばないというね。もう横からの姿もめっちゃかっこいい。これ確かにユニクロインラインにはないデザインかな。クレアワイトキラーさん、そういえばユニクロのクリエイティブディレクターにね、任命されたということで、そう、ユニクロ C の功績によって、そう、クリエイティブディレクターに就任されたみたいですね。すごい。今後、さらにユニクロインラインの服も、すごいおしゃれになる可能性高いよね。まあ、なんすこのユニクロ C のコート、かわいすぎ。袖のところとかもね、すごくボリュームがあって、めちゃくちゃかっこいいね。これは、誰が着てもかっこよくなるやつだわ。で、結構軽いしね。中綿も少なめだし、結構軽いアウターです。だからビジネスとかにも使えるかもしれんよね。スーツの上からこれとか。で、もちろん土日の週末とかにカジュアルに着ることもできるし。で、ジッパーを一番上まで上げるとこんな感じ。もう顔すっぽりポリなんだよね。で、この首周りも全然きつくない。しっかりとこう、顔周り余裕あるんで。そう、これ真冬めっちゃいいわ。もし隙間から風来るっていう方はマフラー巻いてあげてもいいし、僕はもうこれだけでバッと羽織って外出るかな。で、この襟のところの紐、垂れてるのもめっちゃ可愛いよね。そこ触手みたいな、虫の触手みたいな感じにも見えるけど、これがね、超可愛いんだよね。くすぐる。この紐ありなしがね、結構でかいですよね。で、袖見してるんですけども、これスパイダーマンの糸を出すわけじゃなくて、ボタンがね、ついてあるんで、こちら止めて、風の侵入防ぐことができます。まあ僕は基本そんなにボタン止めたりしないかなって感じだけど、まあね、ポケット、腰ポケットめっちゃでっかいからすぐ手入れたくなるっすわ。ジッパー全締めもかっこいいし、ジッパー開けててもかっこいいからね。で、襟からこちらフード出しております。どんな感じなのかな。フードかぶるとこんな感じです。しっ
かりとでかいんですよね。でこちらですね、商品ページに特に撥水加工とかは、ま、書いてないんですよね。だから雨降った時ね、弾くかどうかわからない。この間ワークマンの展示会に行った時に、ワークマンさんの服はもうほとんどなんか撥水機能ついてるんだけど、こちらのコート撥水機能あるかどうかちょっと不明です。でフードのところ紐を引っ張ってギュギュッと絞ることができるんで、まあ、自転車乗ってても安心ですよね。なんか簡単に絞れるやつがついてます。これは商品ページ見てる時からかっこいいな、間違いないなと思ってたんだけど、実際着てみてもめっちゃかっこいい。今回こちら3色展開で、ブラックとあとオリーブ系のカラーとカーキのカラーあったんですけど、やっぱブラックが無難だなって思いました。商品ページ見ててオリーブカラーがめちゃくちゃかっこいいやんって思って見てたんだけど、なんかねちょっと緑してるなって感じだった。でウエストを絞るとこんな感じですね。シルエット楽しめるんだけど、まあ、基本僕は絞らんかな。ラスト購入アイテム3点目、こちらワイドパラシュートパンツ、ブラックカラー L サイズ、こちら価格3990円です。これもね買うかめっちゃ迷ったんだけど、店舗で見てみてええやんって思って買っちゃいました。もうこういうミリタリー系のパンツ好きなんですよね。登山とかでも使えたりするんで。で、ウエストのところゴムになってて、ドローコードついてる、ベルトループついております。で、シンプルなボタンもついてるし、YKK のチャックついてて十分ですよね、機能。で、膝のところにプリーツがある、アクションプリーツがあるので、膝曲げやすい、動きやすいんですよね。で、裾のところ絞れるようになっているので、ジョガーっぽくすることもできると、足さばき良くなります。で、絞るやつついてるんだけど、これもめっちゃ絞りやすいんですよね。調節しやすい。で、生地なんですけど、こちら、コットンと、ナイロンの素材になってて、めちゃくちゃ生地感いいんですよね。全然チャッチくない。GU さんとかだったら、まあ、綿ポリエステルとかになるかなと思うんだけど、綿ナイロン。ちょっとシャカシャカ味もある感じですけどね。で、腰部分にポケットがあるんだけど、なんかスラッシュ系のポケットになるのかな。で、後ろの姿こんな感じですね。ちゃんと後ろポケットも両サイドついてあって、マジで機能的。スナップボタンで止めれるようになっております。いや、これはちょっと高めだけど、ありっすね。着用するとこのような感じです。これ、裾絞った状態ですね。ベルト位置は、おへそ。で、着丈も結構長めな感じなんですよね。しっかりとしたボリュームでございます。このシルエットね、結構好きっすわ。でもそんなテーパードを聞いてないんですよね。ユニクロ U のこういうカーゴパンツとかパラシュートパンツ結構テーパード聞いてるんだけど、このユニクロ C のパンツ、シルエットがね、すごく良かったです。で、裾部分伸ばしてやる。さっき絞ってたんだけど、こうリリースしてやると、こんなシルエット。結構綺麗なシルエットなんだよね。サイドにポケットとかついてなくて、ほんとシンプルなパンツ。ゴテゴテしてないのもかなり魅力的です。コーディネートめっちゃしやすい。まあ、結構カジュアルなコーデだったりとか、アウトドアのシーンに向いてるのかなと思います。ではですね、最後購入した3つのアイテムを使って、コーディネート13個いってみましょう。1コーデ目、全身ブラックコーデ、ちょっとモードっぽいコーデしてみました。ユニクロ C のニットジャケットにユニクロ U のロンティタックインして、で GU さんのバレルレグスラックスやったかな、で他のスニーカー履いております。普通にかっこよくないこれ。気軽にテイラードジャケット着れてめっちゃかっこいいんですけど、テイラードしてないんで、ほんと気楽に着れる。カーディガン感覚で着れてめっちゃすごいです。でボタン止めてやってもいいよね。動きやすい。これニットの生地だからめっちゃ動きやすいんだよね。ちょっとコンパクトなシルエットなんだけど、肩も上げやすいし動きやすい。休日のリラックスコーデって感じですね。で僕は袖をワンロールして着用しております。いいね、めっちゃ好きだな。で最近買ったコロニー2139のカバンですね。3000円ぐらいなんだけど、肩掛けしてちょっとワンポイント、全身ブラックだと今日カラスかみたいな、葬式かとか言われがちなので、こんな感じで白のカバンとかアクセントに持ってきてもいいですよね。めっちゃ可愛い、好き。これで出かけちゃう。通行で目、フーデットコート着てみました。めちゃくちゃかっこいいよねこれ。全身ブラックのコーデにしております。結構着丈もね長めでいい感じ。身長177で膝ぐらいまで丈ございます。
間違いないわ。ちょっと大優勝じゃない。ちょっと値段高いし、まだそんな寒くないんで、これ急に買う必要もないとは思うんだけど、これね、大優勝だぞ。ユニクロには見えないよね。で、ジッパーを上げてやっても超かっこいい。襟がめっちゃ高いんで、すごい小顔効果でかっこいいっすよね。360度どっから見てもかっこいい。モンスターパーカーっていうか、モッツコートっぽい感じでいいよね。ブラックカラー買ったらそんなカジュアル感出ないから、僕はブラックがおすすめでございます。なんか着込んでやったら、もう全然真冬でもね、いけるコートかな、これは。ルック3。今度はですね、パラシュートパンツとニットジャケットを着てみました。で、ニューバランスのスニーカー。で、マフラーはこちらロエベ先生ですね。ちょっと首周りボリュームないな、寂しいな、いう時は、まあ、こんな感じで、マフラーぐるっと巻いてやったらいいのかなと。超可愛くないですか？こう、ボリュームのワイドめのパンツに、ニットジャケットも案外あるよね。ルーズすぎないように、こういう時は、タックインするのがおすすめかなと思います。キテルロンティは、これユニクロじゃない、GU さんの、なんかウォッシュドのやつですね。ピチピチっとしたやつ。タイトめなインナー着ております。やっぱテイラードジャケット、こういう形のアウターにはタックインが合うよね。で、続いてアウター変えてみました。パラシュートパンツと、こういうモンスターパーカーってめちゃくちゃ相性いいんだよね。で、ニューバランスのグレーのスニーカーでちょっと外しみたいな。全身ブラックなんだけど、スニーカーはグレーでちょっとこうシティ感出しております。これがスピリットオブなんとかシティか。はい。で、パラシュートパンツがほんとね、軽いんだよね。シャカシャカ味はあるんだけど、丈夫だし、軽いし、かなり動きやすい。ちょっとテックっぽいようなコーディネートになるかな。ハートにハート、そしてハートいただきました。ファンサーありがとうございます。で、前開けてもかっこいいよね。で、続いてのコーデ、ちょっとこれまたね、ストリートカジュアルな感じ。パラシュートパンツにブルーのストライプシャツで、マウンテンパーカーということで、アウトドアな感じも出せるし、テックっぽい感じもあるし、普段こんな感じかな、僕が着るとしたら。そう、キレカジュって感じでもあるんだけど、割とストリートな感じですかね。アシックスの白のスニーカーで、ちょっとカジュアルさ、清潔感出しております。だいぶストリートより、だいぶカジュアルよりかな。で、こんな感じで GU さんの白のベルト980円やったっけ、ちょっと垂らしております。かわいい。この白のベルトかわいい。パラシュートパンツ L サイズでも結構ボリュームあるのよね。なんか XL 一応広げてみたんだけど、めっちゃでかーと思って。普段僕 XL のパンツ買うんだけど、XL バカでかーと思って、今回は L にしました。で、続いてですね、これはですね、はい、パラシュートパンツに、白シャツに、パーカーにニットジャケット。なんかユニクロ C 公式のルックみたいな感じですね。普段こういうコーデあんましないっすけど、まあ、ユニクロさんが提案するとしたらこんなコーデみたいな。このニットジャケットの下にパーカー合わせるのも案外ありなんですよね。結構袖部分はキチキチな感じにはなるんだけれども、まあ結構ありがちなコーデかな。で、続きまして、白シャツに、またモッツコート、フーデッドコートですね。これもユニクロ C 公式のルックみたいな、そんなコーデしてみました。ユニクロさんやっぱこう、白シャツ合わせたがるんかな。自分はあんましないコーデだけど、まあ清潔感あって、すごくいいですよね。白黒、ユニクロのコーディネート。で、続いてちょっとカジュアルのコーデしてみました。これ何コーデ目だかな、8コーデ目だね。ブルーのセーター、これコロニーのやつですね。で、これ GU さんのバレルレグスラックスで、ニットジャケットでございます。グレーのパンツにブルーのセーターっていうね、この原色入れる感じも可愛いですよね。地味すぎないように、ちょっとこうセーターでアクセントみたいな。ハイブリックポーズ。で、今度アウター変えてみました。こんな感じで、秋冬全体的にダークめなトーンになりがちなので、セーターに色味持ってきてもいいのかなと。で、なんかベージュ系のパラシュートパンツとか、カーキ
系の、あの、パデットの、こう、コートとかもあったんで、全身ホワイト目もありだけどね。で、続いて、かなりストリート寄りなコーデしてみました。これ、ルック10ですね。ザラのデニムに、あと、シェッツじゃないわ。これはネルシャツですね。ネルシャツにニットジャケットなんだけど、なんか、全然ゆるっと着れていいよね。カーディガンっぽく、このニットジャケット着れるのがめっちゃスコでした。こんなストリートなコーデにも合うんだってちょっとびっくりですね。ニットジャケットに関してはマジ95点ぐらいですね、僕の満足度。で、アウター変えてみた。フーデッドコートも、まあ、合うよねと。ストリートカジュアルのコーデにめちゃくちゃ合うよねって感じですね。そう、僕なんか普段あんまり革靴履かなくてスニーカーばっかり履いてるんで、ちょっとカジュアルめなコーデになりがちなんですけどね。そう、綺麗めなコーデが好きな方はここで革靴とかブーツ履いてもいいかもしれないです。多分これね、パーカータイプ、フード出してもめっちゃ可愛いと思うけど。で、これがルック12ですね。 GU さんのストライプのスラックスで、ユニクロ U さんのモックネックのロンティーで、ニットジャケットで、外しで白のスニーカー、白のカバンにしております。これもね、個人的に結構好き。綺麗めカジュアルな感じ。やっぱりニットジャケット、スラックスとの相性がめちゃくちゃいいですね。そう、間違いないですね。安定のコーデになるんで、おすすめでございます。ついにラストの13ルック目です。これもね、ユニクロ C 公式のルックって感じなんですけど、ユニクロ C のワイドめのグレーのパンツにグレーのスウェット、そしてニットジャケットというね、ちょっとスポーティーかつ綺麗めなコーデでございます。はい、ということで、いかがだったでしょうか。ぜひね、参考になりましたら高評価、チャンネル登録、通知音もお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。